こんにちは、こんばんは、イノポンです。実はブレイクで隠していたネタをお話しします。今日はマス割りをしやすくするための秘密をお話ししていこうと思います。こうやることでマス割り、ブレイクランナウトの確率が増えると思います。プロの中でもこっそりやっている方もいるのではないでしょうか。ブレイクは強ければ良い時代に変化してきていますが、確かにごっついブレイクはすごいです。 本当、玉が割れるんじゃないかなっていう方もおられるのですが、イノポンのような強くつけなくてもマス割りを多発するようなコントロールブレークができたら良いのではないでしょうか。大事なところはマス組みに必要なマスの形と当てるところが重要だと思っています。コントロールブレークでイノポンが7マス中5マスマス割りした時のブレークと割れた形のお話を 詳ししくていしますこんにちは。こんばんは。よくわかるアナウンサーです。本日もよろしくお願いします。ブレイクの定義。ナインボールでマス割りを増やすための、イノポンの考え方を、お話しします。まずは、ブレイクで大事なところは、皆さんもご存知の通り、マス組です。 ここで均等に割りながら組んである横に置いてある8番ボールを1個入れる方法についてお話ししますすべての球が縦に繋がっていることが条件になりますこの配置では4番ボールをいかに前回転させて8番ボールをコーナーに運ぶことが重要になります 画像で説明しますと手玉はヘッドラインの真ん中の位置からブレイクすると均等に力が加わるのでマスの横に置いてある7番8番は3番4番が壁になってコーナーポケットの手前に入ってしまう可能性が高くなりますただし3番4番は入る可能性はあります ご覧のように手玉に上回転、順ひねりで当てると3番がコーナーに向かうこともあり逆の回転を与えた時には4番がコーナーに向かうこともあるのですが無回転でまっすぐ当てると何もインしないのです手玉の同点は上をつかないと入りにくいし上をつくということは 他のオブジェクトボールに隠される可能性も増え1番との距離も離れていくのでいいとは言えないのです。イノポンが良いと思う方法はこれを避けて8番をポケットインさせるには手玉のつく位置をヘッドライン上の左端からブレイクします1番ボールに100%近くで当てるのが理想で 悪く当たっても気持ちなら左側なら OK です。厚くブレイクすることでブレイクした球の力が1番から5番9番へ分散させることで8番の押さえの壁の4番を少し下側に移動させ8番がコーナーポケットインしやすくするようにするのです。ブレイクは4番が鍵になります。 その時の条件で必須なのが、マスを組んだ際に、すべての球が縦に、ひっついているかが、問題なのです。隙間があると、この連動動作がうまくいかず、力が違うところに、行ってしまうので、4番ボールがうまく動かないので、8番ボールが、入りにくくなるのです。4番ボールをいかに、 8番とキスショットでコーナーに遅れるかがポイントになるのです。力の分散。1番に厚く当たることで、1番5番9番7番に順に力が加わることで、7番は3番の壁に当たり、コーナーポケット手前に入り、箱回しのように強く動きます。そして8番がインした時には、2番ボールがつきやすい。 位置に移動しないといけないのです。ビリヤードのルールで2番ボールは1番後ろに配置しないといけないというルールがあります。手玉の中心をついただけの通常ブレイクでは2番ボールはまっすぐ下がってコーナー近くには出てこないので1番から2番にネクストを取るのが難球に なるのです。ですので、ブレイクに工夫して、2番を出すために、手玉の下をつくか、少し左側をついて、2番を動かす。ブレイクをします。イノポンは、下をついてやるようにしています。下をつくことで2番が出てくるのです。ただし、ブレイクした、手玉が、マークのあたり、 フットポイント近くにいると、下から上がってくる先玉、7番や2番に、キックされた4番によって、蹴られる可能性が出てくるので、手玉のポジションは、掴みにくくなるのです。イノポンは、その蹴られる可能性を回避するため、手玉をタンクッションまで引いて、くるくらいの、下同点を、 手玉に入れています。ではブレイク後のマスのオブジェクトボールの動きを一つずつ見ていきましょう。一番はサイドポケットに近く走ります。サイドに入ることもあります。左下のひねりを使用すると一番はサイドの手前に入るのでその角度からコーナーポケット方面に向かいます。 2番ボールは気持ち左ひねりが入り、タンクッションに入った後に、コーナーポケットを狙いやすいところに移動します。3番は7番と衝突して、3番は少し押されながら、タンクッションに入り、コーナーポケットしやすい位置に来るのです。4番は3番と反対のタンクッションに向かいますが、2番ボールと衝突して、 カチカチします。5番ボールは、サイドポケット、手前のクッションに入り、反対側の、超クッションの、サイドポケットを、過ぎたくらいの位置に来ます。6番は手前のサイドポケット方面に、少しだけ動きます。7番は、1番勢いがあり、3番とキスした後に、超短長クッションに向かうのです。 8番はコーナーポケットインします。9番ボールは気持ち前に押され前に少しだけ動きます。今までお話ししたオブジェクトボールの動き方は組んだマスにある全ての球が縦方向にひっついた場合に限りますのでいかに綺麗なマスを組めるかがマス割りの回数に比例します。 上達することに、マスクミも上達するのです。簡単にきれいにマスクミができるのが、ラックシートです。今時は、どこのお店でも、ラックシートがほとんど置いてありますが、しかしながら、いつも新品が使えるわけではなく、当然、使うと、ラックシートは劣化して変形していきます。どういう風に、 変形するかと言いますと、ブレイクで一番影響を受けるのは、1番から5番、1番から6番への穴の位置ですが、1番ボールを置く穴から、次の2段目の穴への距離が、ブレイクするごとに引っ張られ、使えば使うほど、ラックシートが伸びてしまうのです。仕方がないことなのですが、 前3個がひっつきにくくなり、わずかな隙間でも、ブレイクイン、しないことにもつながっていくのです。ここで、なるほどねって思った方は、チャンネル登録、評価をお願いします。試合では、自分専用のブレイク、ラックシートを、持参する光景も見える時代になってきています。使い古したラックシートの困るところは、 マスク見をする際に、上の3個、1番5番6番がひっつきにくい、時です。ご覧の通り、普通に置いていますが、よく観察してみると、1番5番はほんの少し、1番6番は目視できるくらい、隙間が見えるのです。これでは、ブレイクインの確率を下げるのです。目で見ても隙間がないように、 見えていても、軽く中指でなぞり、触れると、気持ち、隙間があるのが、わかるのです。人間の感覚は、素晴らしいものがあります。そっと、触れればわかります。この、そっと、中、指先で触れることで、わかるのです。そして、確実に縦に、 上3個がひっついていることがブレイクインさせる必要事項なのです。横になる5番6番は少し隙間があっても問題ないです。使い古したラックシートのイノポンの修理方法です。誰でもできる小技です。上の3個をひっつけるための方法としてセロテープを用意します。ラックシートのヘッド部分 一番が乗る穴に貼るのですが、セロテープ4枚重ねて画像のように貼ります。3枚または5枚も試してみましたがダメでした。4枚重ねがラックシートに相性が一番良かったです。貼り方はこの画像のような形です。気持ち右上がりに貼っています。早速玉を置いてみます。 上の3個がひっつくのです。ただし5番6番は気持ち隙間が開いていても大丈夫です。この直したラックシートでは9つ乗せてみるとわかるんですが綺麗にひっついたんですがセロテープを貼ったその分1番ボールのバランスが少し手前に寄るのでラックシートを組む際気持ち下側に 置くことで、マスの横の8番は、ブレイクイン率が上がります。マスを組むときに、この直したラックシートで、1番ボールの置く場所は、気持ちフットスポットの下側ってとこです。この画像のような感じです。全部のボールを置いていきます。1番5番6番、9番7番8番、3番4番、下の2番です。 ではここでまた大事なことを言います。3番4番2番下の3個は全部ひっついてないといけないのです。指で触って確認するのがいいです。気持ちでも隙間があるとブレイクポケットイン率は下がるのです。ラックシートの後ろ3個の穴はブレイクの影響が受けにくいのでほとんど 綺麗に3個、ひっつくと思います。では両手を使い、気持ちですが、マスをしっかり押さえつけて、最後の指先で確認します。これで完成です。マスが出来上がったのですが、ここで注意することは、ブレイクする位置です。ヘッドライン中心から、つくとどうなるか、入るか入らないかは、運に任せるみたいな、 ことになってしまうのですこの画像ですが、手玉にまっすぐ上の動点でつくと、稀に一番後ろの2番が押さえになって3番が入るなんてこともあります。次の画像は逆の上の動点でついています。反対の4番がインすることもあります。次は正面から いいブレイクをしても、ほとんど、脳ンになりやすいです。ですので、球を知っている方ほど、ヘッドライン端からブレイクします。ブレイクする位置は、ヘッドラインの端からするのが良いと思います。8番インの条件は、左からブレイクする、1番5番、7番に対して、 まっすぐ100%近くに順振りで当てることが重要なのです。ここでは左側からつくので、左側になります。この画像ですが、一番ボールの右側に当たり、逆サイドに手玉がインしました。サイドスクラッチに誘導されるのです。それでは、ダメですね。また、大事なことを言います。 一番下にある2番ボールを引き出すための工夫が必要になります。イノポンは力のブレイクもあまりできないので100%の厚みで手玉の少しだけ気持ち下をついてバックさせてタンクッションまで届くようにブレイクをしています。タンまで引っ張り加減でつくと2番が動いて 良い配置になりやすく一番はサイドポケット近くに来る形になります元気にブレイクできるときは左下を入れることもありますただしコントロールしすぎるとスリーポイントルールに合格しない場合もありますので試合ではできないこともあります今回は40本ブレイクをした結果 28本はなんとか頑張れば、マス割りできそうな配置になりました。もちろん、失敗ブレイクもあったのですが、今回は参考にできるブレイクを、1から13までご覧ください。最後のマスは、マスを割りながら、同点もお話ししていこうと思います。14以降は、時間制限もありますので、 発愛させていただきます。ブレイク後、停止画面は5秒撮っていますので、参考に配置を見たい場合は、静止画像で見て、ネクストを想像しながら、マス割りにつなげる、玉なりに突き切ることを目指して頑張ってほしいのです。大事な一番目は、手玉は隠さないことが必須になるので、手玉は ブレイクで1番に当たった後にバックさせることで先玉に蹴られスクラッチする確率を回避させますコーナースクラッチさえかわせば常に良い形からスタートできる確率が増えるんですブレイクで下を突くことで2番ボールも出てきてくれるのです強いブレイクができる方は少し左下のひねりを加えることで2番ボールは出てきますが 一番ボールの加減が非常に難しいと思いますので、その方のブレイクの強さで良い形になるようなブレイクを研究していただけたら良いと思います。イノポンはスリーポイントルールの合格基準に合うようにオブジェクトボール2個はヘッドラインを通過させるように心がけます。それとナインボールブレイク時に手玉が 他の先玉に蹴られるのを回避したいので、オブジェクトボールが飛んでくる場所を避けて、まっすぐバックするような突き方をします。昔はこの戦法で、7本中5本はマス割りできたのですが、今は、じじいで、目もちゃんと見えてないので、無理かと思います。しかし、参考に、こんな、ブレイクの形もありますってことで、 あなたのブレイクの参考にできたら、良いと思います。もちろん、強くつきすぎると、失敗もするので、気楽に行きましょう。成功例40分の28。7割成功したブレイクの形を、見ていただきます。ブレイク1から13まで、手玉と取り出しの形を、見ていきましょう。ブレイク1です。 1>, 1番、4番、8番イン。2番は難しいが、入れれば3番には出そうな、配置です。ブレイク2です。2番、7番、8番イン。1番が薄いので、バンクで処理するか、悩みどころですが、そこさえしのげば、あとは楽勝な配置です。ブレイク3です。 目標の8番インです。1番はサイドに狙える。良い配置です。ブレイク4です。目標のところに、勘違いして、4番をマスのサイドに置いてしまい、すいません。目標の4番と、反対の3番がぐるっと、周りサイドポケットイン。取り出しは1番、2番へのネクストを、 間違えなければ、できる。ブレイク5です。目標の4番イン。1番は難しいが、2番や名前に近いところから、スタート。何としても1番しのぎたいです。ブレイク6。8番置き直して、スタート。目標の8番イン。1番は、 サイドに狙える配置です。ブレイク7、8番はインしたが、手玉の下をつけなく手玉は、真横に動いただけ、1番薄くきついですが、入れば繋がりそうな、配置です。ブレイク8、また、4番マスの横に、置いてスタート、目標の4番と、 1>, 1番インで2番からの取り出しの配置です。ブレイク9、8番イン、1番はコーナーに行ける、綺麗な形の配置です。ブレイク10、8番7番イン、1番はサイドに簡単な配置です。ブレイク11、 8番コーナー、1番サイドイン、2番サイドポケット、気持ち薄いが、狙いやすい配置です。ブレイク12、8番コーナーイン、1番はサイドに、入れやすい形です。ブレイク13は、最後までご説明しながら、ますわっていきます。4、2、 7. ポケットイン。1番をサイドに入れた時の、3に出す。手玉のコース取りを確認していますが、5番9番の間に出せそうですが、加減が難しく、成功する範囲が狭いので、失敗はしたくはないので、玉なりに行くコースなら、1をコーナー狙いで、行くと、手玉は、玉なりに、 3番9番の間を通り9番の下側に到着する加減でつきます出ましたので次の5番にネクストを取るために3番をコーナーに入れた時の分離角度を9で示して 確認しています。二つ先のボールの確認をしながら、6番はサイドポケット穴前にいるので、5番は縦に出すつもりなので、気持ち上の逆を利かして、クッションに入り、少しで止まる加減にしてつきます。5番を入れて、6番をサイドに入れてちょんちょんで、行こうと思いますので、5番をコーナーに入れて玉なりに、 まっすぐ上をつきましたが、若干弱かったので、6番に振りがついてしまったので、左下をついて、2クッションを使い、一番安全な、8番をコーナー、振りにしました。次に手玉のネクストで、8番から9番に出すのは、上の同点だけで、出せる振りにしました。気持ち9番を行くときに、できるだけ、 クッションとの幅を持たせ、つきやすく考え、最後の9番は、失敗しないよう、しっかり確認してつきます。いかに、玉なりで、一番安定する視点、を使うことと、ブレイクの考え方で、マス割りは量産できるのです。本日はブレイクの定義、をお話ししました。ブレイクインさせることが、 勝負に勝つことへの道にもつながり、プロへの扉にもつながっていくのです。頑張ってください。いいね、チャンネル登録、応援よろしくお願いします。皆様の腕が向上するよう、いろんなコツをお話ししていきますので、これからもよろしくお願いします。本日も最後までご視聴くださり、ありがとうございました。